はい、それでは練習問題の1番から5番まで一緒に確認をしていきましょう。さっきポイントのところで言った通り、複数だった場合はしっかり S をつけて形を作っていきましょう。じゃあ、いきます。はい、2個のリンゴっていう風に書いてますが、今回のところで言うと、リンゴはリンゴでも、リンゴはアップル。ただし、2個のっていう風に言ってるので、ちょっとチェックつけましょう。1個じゃなくて2個です。複数です。なので2個っていう数字、ここからちゃんとね、数字も英語で書けるようにしないと、作っていくことができなくなってくるんで、1からね、10、それから、できればね、100まで書ければ上出来かな。しっかりと数字も英語でね、書けるようにしていってください。はい、2っていう風に、2個っていう風に言ってるから、アップルの後ろに S をつけて2 apples。 これで OK っていう形になります。いいでしょうか。はい、では次、3本のペン。はい、ペンはペンなんだけど、はい、3っていう風に言ってます。はい、3本のーっていうところをチェックつけてもらって、3っていう数字は3。はい、そしてペン、複数になっているんで、ペンズっていう風に後ろに S つけて、3ペンズ。こういう形にしていきましょう。じゃあどんどんいくよ。3番目。はい、たくさんの本。本っていうのはブック。はい、ただし、今回はたくさんのって言ってます。まあ、数は言ってないんだけどね、一つではなくたくさん。本がたくさんあるわけなんだから、複数形にしなきゃいけない。はい、たくさんっていう英語は、メニーって言います。はい、前にメニーってついたので、今回はブックの後ろに S をつけて、メニーブックス。こういう形になっていきます。はい、じゃあ次いきます。4番目。はい、何冊かの本。はい、本だからブックっていう風に当然使っていくんだけど、はい、何冊かって言ってます。だから、一冊じゃないんです。これも複数を表す言葉なので、ちゃんとこの名詞の後ろに S つけなきゃいけないよ。はい、何冊かっていう風な単語は、いくつかっていうことで、サムって使います。はい、サム。サムブック。S をつけてサムブックス。これで OK です。いいでしょうか。はい、今は一つの名詞を複数の形に変えたっていうところまで1番から4番までやったんだけど、ここから5番だけじゃなしに、5から10までの英作文は文を作っていく。だから名詞を複数形に変えつつ文を組み立てていくということになるんで、しっかり今まで使ってきたね、文の作り方を、しっかり活かして、考えていきましょう。じゃあ、いきますよ。はい、私はリンゴを2個持っています。はい、持っているっていうのが動詞なので、持っているにチェック。はい、私はって言ってるので、私は持っているから文を作る。はい、それだと今回は、私はだから、I。はい、持っているって言ってるので、have。はい、何を持ってるかっていうと、リンゴなので、apple なんだけど、2個持っているって。普段はチェックつけませんが、今回はチェックつけていきます。2個持ってるわけです。はい、だから、持っているのは、リンゴ2個。2個のリンゴってことだから、2 apples っていう形にしてください。いいでしょうか。はい、複数形の S の付け忘れ結構目立つので、単語を書くだけじゃなしに複数形しっかり直せるようにね、練習していきましょう。では、次は6番から10番までの英作文一緒にやっていこうと思うので、1番から5番まではここまでという形にしたいと思います。